土曜日だから見れるかな、みんな。フラペチーノさん、キヨンパチさん、ありがとう。ありがとうございます。なんかここ、あ、私のショールームの通知がよ、なんかここだけさ、ピヨンってなるの何って感じなんだけど、本当に。葵ちゃん、ありがとう。こんにちは、そうです、あのですね、そう、今日は土曜日ですね、皆さんお休みですか？そう、この時間、そう、土曜日だから見れるかなと思ってやってます。今日お仕事は夕方からなのであまり長くはしないんですけど、そう、もうちょっとしたらお仕事行きます。ベンゾーさん、シンジありがとう。これ何、カエルかわいいね、今月かわいい。やっほー、一斉ありがとう。はい、今日はですね、竹パンありがとう。そう、これやばいよ、めっちゃ安いよ、300円ぐらい言わなければよかった、安いやつです。今日はですね、題名にもある通りですね、七並べ配信をしようかなと思って、このお昼からショールームさせてもらってます。自己紹介ですか？はい、 STU48 のゆらりんことゆらあかりです。広島県出身の20歳です。よろしくお願いします。そよまっちゃん、ありがとう。でですね、なぜ七並べ配信をしているかと言いますとですね、STU40 七並べ、津田ちゃん、ありがとう。ゼロさん、タコー、ありがとう。となぜこれをしているかと言いますとね、そうだ、今日カオタルさんとカノンさんの誕生日だ、おめでとうございます。何しよう、あのですね、6月はですね、6月1日の0時より CM 出演兼争奪イベントの予選を開催いたします。本イベントは7月から行う CM 出演兼争奪イベントの本戦に向けた予選となっており、本イベントのメンバーランキング上位16名が予選通過者となります。予選通過者16名の中から毎月行われる本戦の上位2名がテレビ CM にメイン出演できるイベントとなります。本戦に進む16名を決める大事な戦いになりますので、テレビ CM に出演させたいメンバーのカードをセットして推しメンイベントポイントを獲得し、16位以内に入れるように応援しましょう。ということで頑張りますそう、頑張りますね。え、とりあえず16位まで以内を目指して頑張りたいと思ってるので、そうで、これから毎日メールで、なんかでもこうやって書いてあるんだけど、私がね聞いた話だと、ね、6月1日0時より CM 出演兼争奪イベントの予選を開催します。予選通過者16名の中から毎月行われる本戦の上位2名がテレビ CM にメイン出演できるイベントとなります。なのでまあ2位までがメインで、あとはちょっとだけ映るのか、それすらもないのかはちょっとよくわかんないんですけど、ちょっととりあえずやってみようかなっていう感じです。しんちゃん、ありがとう。きょうへい、ありがとう。あ
あの STU48 の七並べっていう STU のメンバーがやってるアプリがあるんですけど、七並べのメンバーと対戦できるっていうアプリがあるんですけど、それの CM です。で、まあとりあえず七並べ今月頑張ろうっていうことで、とりあえず宣伝の時間は終わりで、先月の七並べのランキングを読んでいきたいと思います。つばちゃんありがとう。くまさん、まず読んでいきますね。お腹乗っちゃった。それでは七並べのランキングを、読んでいきたいと思います。放浪者さんありがとうございます。あおいちゃんありがとう。100位からバーって読んでいきます。いきます。100位フォースとともにさん、99位魚粉まみれさん、98位カズさん、97位七並べ難民 DDC さん、96位滝福イエイさん、95位うっかり直樹、94位シャムネコさん、93位出まかせプリンスさん、92位りょうちゃん、91位元青春女子学園ひなたさん、90位きみのりさん、89位トムくん、88位まさみくん、87位リチャード、86位山田ゆうきさん、85位しょうや、84位つだっちゃん、83位パミュペロさん、82位ディガンミョウ、81位テチテチ、80位マスさん、79位テトさん、78位ウェンディさん、77位ユッピー、76位三本の矢のサポーターさん、75位コウさん、74位アカリューさん、73位ジョーカーさん、72位ボビューさん、71位イーノマサさん、70位アオイさん、69位クソゲンさん、68位トワキーさん、67位ユウヤさん、66位タイラさん、65位ゆらゆらさん、64位ポコネットさん、63位クロロさん、62位ヒデージ、61位ハミちゃん、60位まさき、59位ミミデッカチさん、58位ゆらりゆらりさん、57位一気、56位まさと、55位ゲンジさん、54位ドクロさん、53位リクトアットゆらゆらなささん、52位メルヘンデビューユーさん、51位顔文字、50位好きなポンさん、49位タカさん、48位バルスアット岡山さん、47位サリューさん、46位サクちゃんツーさん、45位クニタンさん、44位ネコマネキさん、43位ミカゴンさん、42位チョウちゃん、41位サヤマッチャさん、40位バイセコ大成功さん、39位ルカさん、38位カンポコさん、37位新一さん、36位クズボンクボズンさん、35位ツインオシさん、34位トッティさん、33位アレクシオスさん、32位カテキンさん、31位ツクイスさん、30位マサカツさん、29位シュンジ317さん、28位ユラメルモさん、27位ペケポン50号さん、26位ヒョウさん、25位ライルタルアットユラランさん、24位エリちゃん、23位シオちゃん、22位ヨッちゃん、21位ユラリンのユラリンさん、20位レグルスさん、19位あ、竜狼3号機さん、18位ムムさん、17位ヤエくん、16位マスオ、15位タクメタルさん、14位ナナセンシズさん、13位ナベナベ、12位タキャプテン渡辺さん、11位トヨちゃん、10位アドリブ王子さん、9位ノリスさん、8位ソムリエさん、7位ヤチリンさん、6位荒吉さん、5位サムちゃんアット西東京さん、そして4位が3125さんです。そして、上位3人は上位3名はね、私がちょっと書いていこうかな。トップ3は画用紙に書きます。
待ってよ、書くから待ってね。タイガーマスクさんありがとう。出まかせプリンスさんありがとう。はい、カメレオンさん、つらちゃん、ひめぽんありがとう。先月のトップ3はじゃん、3位さゆっちょ、2位伝説のひめぽん、そして1位は、しんちゃんとドラさん推し、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん毎月ありがとうございます。ありがとうイエーイ、ありがとうイエーイ、ありがとうございます。はい、ということで今月はですね、ユラもですね30位以内目指して七並べをねめちゃめちゃ頑張っていきたいと思います。で今日もあ、空き時間を使ってめちゃめちゃ七並べしようと思ってるんですけど、ですね、今日の予定は、まあ空き時間全部ある時間はやるつもりなんですけど、毎日やります。今月本当に個人で30、どういうこと？私のランキングの中で本人で30位以内目指します。全体のランキングは16位以内を目指して頑張ります。今日は7時半から9時半がちょっとお仕事で携帯を触らないのでできないんですけど、あとの空いてる時間はもう全部七並べ空き時間にやろうと思っていますので頑張りたいと思います。ので皆さんも空き時間があったらぜひ一緒に七並べをしてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。個人で30位以内目指すからね、ユラも。ということで早速七並べをどんどんしていきましょう。皆さん今手元に、七並べの ST48 の七並べのアプリが入った端末はお持ちですか？お持ちでしょうか？お持ちですか？ということでやっていきましょう、七並べ、イエーイ。それではいいですか、皆さんアプリを開いてください。なおちゃんありがとう。
七千しずさん、くまさん、五個もありがとうございます。待ってね、じゃあ皆さん七並べのアプリの準備をしてください。お願いします。七千シドさん、くまさん、ごっこありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。それではみんなも準備ができたと思うのでやっていきたいと思います。今あのボーナスタイムなのでね、めっちゃ頑張りましょう。ルールは至って簡単で、私が5、4、3、2、1っていうので5、4、3、2、1ポチって押すので、皆さんもそれに合わせて押してくださったら会える可能性が高まります。でもショールームはちょっと実際の私と皆さんの元に届いてる映像でちょっと時差があるので、うまく当たらないかもしれないんですけど、あと今ボーナスタイムだし、イベント期間中なのでみんな結構やってるので当たりにくいかもしれないんですけど、ぜひ一緒にやってください。電波時計でやった方がいいですか？電波時計持ってきた方がいいですか？キヨニーありがとう。このやり方は嫌ですか？ちょっと配信中なのでいいですか、このやり方で。いいですか。それではいきますね。5、4、3、2、1ポチ。あー、誰いるかな。お、ユラのカードをやってる人がいる。嬉しい。配信見てくれてるのかな。イエーイ、配信見てくれてるのかな。あ、皆さんぜひ一押しにユラのカードをしてくださると嬉しいです。なかなか多分ね、今ボーナスタイムだしみんなめっちゃやってるからね、当たりにくいと思う。でも私今日はそう、この時間以外は七並べずっとやってると思うので、よかったらぜひこの時間以外だったら当たりやすいと思うので、一緒に七並べ並べてくれると嬉しいです。見てたのでゆらちゃん使ってみました。お、嬉しい、ありがとう。電波時計でやった方がいいか。あ、待って、見てなかった。ジョーカー受け取りますか。はい、電波時計でやりますね。じゃあ次は、すごい見てて当たるのすごい嬉しい。みんな見てるのかな。
やばい、手持ちがあと3枚なんだけど、ちょっと厳しいかもしれない、やばいかもしれない。あ、名前変えよう、カホタルさんとカノンさんの生誕にしとこう。やばい、ピンチ、やばい、負けちゃうかも。うわー、バーストした、3位だ、バーストしちゃった。お、りょうさん1位おめでとうございます。すごい、くそー、3位じゃ。みんな終わった？次はちゃんとあれにしますね、電波時計にしますね。じゃあ次は25分からやりますね。あと45秒後。いえ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 、おめでとうございます。1位、皆さんあと15秒後にやりますよ、電波時計でいきますからね。9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。バグった、バグったんだけどなんで、バグっちゃったひめぽんありがとう、やばい、ごめん、バグっちゃったということで26分からやります、ごめんね。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。おお、見てくれてる人はいるっぽい。よろしくお願いします。ちょっとバグっちゃってごめんね。次はちゃんとやるように、今 Wi-Fi 切ったので多分きっと次はいけるはず。次はいけるはず、 Wi-Fi 切ったので。お腹空いてきちゃった。そういえば今日土曜日なんですけど、基本うちのパパ土曜日とか日曜日も仕事でいないことが多いんですけど、さっきほんとなんか10分ぐらい、10分は持った、30分もしろるみたいな、か30分前ぐらいにパパが帰ってきて、え、なんでパパ帰ってきたんだろうと思って、今からショールームするから静かにしといてねって言ってそう、今日は珍しく仕事じゃなかったらしい。こんにちは、今七並べしてます。テンパって一人で対戦をしてしまう私一人で対戦やったことないんだよね。今月は七並べ、ゆらりに力入れようかな。え、めっちゃお願いします。ゆらもめちゃめちゃやるので頑張りましょう、一緒に。空き時間マジで全部七並べやるからね。並べよう、みんな並べよう。ただいまゆらは検討しております。やったことないわ一人で対戦。こんにちは、サチピン
火星のうねりをサンチピンチサンチピンチサンチピンチ。あら、おっと、これは2位いけるかもしれない。わかんない、いけないかも。ダメだ、3位だ。また3位だった。ゆらゆらいところで1位取ってきた。3位だった。くそー。ただいま今217位なので、これを30位まで今月中に上げれるように頑張ります。次、次30分からやります。30分から。あおいちゃんありがとう。30分からやります。あと1分後です。コイン倍増券と育成倍増券使うからね、これから。この試合だから大事だよ。でもこういうカードを使う時に限ってね、うまくいかないんですよね。じゃあこれを見ながら七並べしている方で、もし当たった場合は、あ、ありがとう周平。当たった場合は皆さん、私はコインと育成倍増券を使っているということをお忘れなきよう、お忘れなきようお願いします。いきます。10、9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1。バグったー。なんでなんでなんで今日こんなにバグるの。全然できないんだけど。小山ちゃんありがとう。え、だって全然バグってできないんだけど、やってる人が多いのかな今日。やってる人が多いんだろうね今日。またや、ダメやね。31分からやります。いきますよ。おう、ゴー、4、3、2、1。次はあれですね、1分ずつずらした方がいいかもしれないですね。台湾ヨーロレスありがとう。今日は多分みんなめっちゃあれです、メンバーやってる、今日っていうか今月めっちゃメンバー特にやってると思うから、当たる可能性大ですね。ちょっと1分ずらそう次から。5分おきにやってるメンバーが多いのかもしれないね。まだ休憩終わり、お疲れ様です。はい、より難しいのおねりを。今日は多いからな、特に多分、しかも今ボーナスタイムだから結構やってるメンバー多いんだと思う。あら、誰と当たったんですか。いいな、私もメンバーと当たりたいな。お腹が鳴ってまうよ。やばい、負けかもしれない。お腹が鳴っちゃう。やばい、うわぁ。また3位だ。
もういつも3位なんだけど、次こそカード使おう。お腹がめっちゃ鳴る。お、193位までいったよ。次、34分からやりますね。34分からカード使うぞ。15秒前。9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。おお、当たった。ゆら推しの方と。嬉しい。見てる？見てますか？嬉しい。やったん。やっほー。まいさん、ありがとうございます。私っていつも3位の女ですよね。ショールームイベントも七並べも私はいつも3位の女よ。マジで今日空き時間めっちゃやるから、当たろうな。みんな対戦しような。絶対対戦しような。マジ前ほのたんさんと七並べ、偶然ほんと家でやってる時に当たって、たまたまね、その時のほのたんさんの名前が2分で終わらせたいだったんですよ。七並べの名前が、いやセンスありすぎやろと思って、名前に2分で終わらせたいって書いてたら、みんな早く出してくれるらしい、ほのたんさん曰く面白いなって思った。こんにちは。そう、ドラフトも3位なの私。ドラフトも3位、日刊現代3位、ドラさんイベント3位、並べ3位という。うん、私は本当に常に3位の女なんですよ。やばいかも。忖度ですか？忖度ですか？え、嬉しい。カード使って1位になった。やった、嬉しい。ありがとうございます。え、嬉しい。1位だ。やった。お、115位まで来ました。115位まで来ました。1位の女になりました。じゃあ続いては37分からやりますね。ありがとうございました。見てるかな。37分からやりますね。あ、7 6 5 4 3 2 1。当たらない。なかなか当たらない。難しいです。難しい。今月は七並べ頑張るぞ。30位以内目指すぞ。なんか皆さん的に七並べやってると、なんかだんだん自分のルールっていうか、やり方がこう見えてくるじゃないですか。なんか私はあんまりジョーカーを受け取らない方がうまくいくタイプなんですよ。そう、なんかいつも最後にジョーカー残しちゃうから、ジョーカー受け取らない方がうまくいくタイプなんですよね。みんなはどうですか？
か受け取らない方が頑張れる気がする。受け取ったらジョーカーあるからいいやっていう甘えで負けちゃいそうな気がする。パスしないことにしてる。あー、手持ちのカードがあるのにパスしたりするってことですか、みんな。あー、やっぱり3位だ、3位だ。また3位や。でも111位まで。そう、調子乗って受け取った時は最後残っちゃうの。育成10倍使って1枚も受けてます。よくあるよね、そういうの。わかる。すぐに使えばいい。確かにね。そうだ、私は無限にハートがあるのだ。次ちょっとお休みして41分からやりますね。40分人多そうなので。小山ちゃんありがとう。タコ2倍増券200枚、どうやったらそんなに貯まるの。あんまりパス使わないよな。もう序盤は受け取る、終盤は一人前の人の、あ、そういうことか。一個前の人だったらすぐに確実に出せるからってことか。パスあんましないな。あんまそういう器用なことできないんですよね。手持ちのカードがあるのにパスとか、なんか器用なことができない。みんななりのルールがいろいろあるんですね。それでは残りあと20秒です。コイン倍増券使っちゃおう。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。お、え、すごい、 iPhone の推し神様がいる。すごっ。メンバーより知り合いのオタクと当たる。いける。そうなんだ、私もジョーカー使い切れないからな。これか、でも結構割と七並べやってて思うことは、推し神様と会うことが結構多いんですよ。で、推し神様と会うってすごいなって思ってたけど、メンバー30人いるってことでしょ、推し神様。結構割と推し神様に会う率高いかもよ。まあ推し神様だもんね、いっぱいやってくださってる方ってことだもんね。やばいかもしれない、かなりやばいかもしれない。コイン倍増使ったのに、3倍券使ったのに、やばいかもしれない。3倍券使ったのに、なるくん助けて。うわ、また3位や、3位や、3位ばっかり。そうですよね、いろんなメンバーの推し紙持ってる人もいるの、すごっ。めっちゃプロじゃんその人。七並べ
次44分からやりますね。44分からやります。やりますよ。今月は16位以内目指して頑張るんだから。9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。お、次はあゆみんさんの推し神様に会いました。すごい、めっちゃ推し神様に当たる。すごっ。ハートなくなった。お、初めて10日なんですか。そう、なんか私あのね、私らの戦場公演の時に入ってくださってるメイクさんとかスタイリストさんも最近みんな七並べを始めてくださってて、それでそう、普通にプライベートでやってたらメイクさんと当たったりする。でもこれやってるとさ、こう当たった時にさ、私のショールームとかによく来てくれてさ、名前覚えてくる、覚えてるファンの方とかがさ、こう一押しのカードをさ、私じゃなくしてたりしたらちょっと悲しいよね。あ、実は〇〇ちゃん推しだったんだみたいな、私のショールームに来てくれてるけど実は私推しじゃなかったんだとか自分で気づいてちょっと悲しくなる。メイクさんの推し設定はね、クーカさんです。そのめっちゃ面白いんですよ。めっちゃ優しくて面白いメイクさんがいて、そのメイクさんはクーカさん推しで、いつもあのクーカさんの YouTube のモノマネをやってます。なんかクーカさんの独特のなんかイントネーションが可愛くて大好きなんですよね。あ、やばい、そんなこと言ってたらバーストしちゃった。やばい、4位だ。やばい、4位だった、負けた。負けちゃった。お、98位まで来ました。100位圏内入りました。ゆら、ちなみにですね、今の推しメンイベントのランキングが今私22位なんですよ。今私22位で全然なので、とりあえず16位に入れるように頑張りたいと思います。頑張りたいと思います。次48分からやります。頑張るぞ。今月次の次ぐらいでラストかな。あとラスト2回ですね。頑張ろう。今月を七並べ特に力入れていこうと思います。今日はこの時間以外ほぼずっと七並べやってると思うので、いっぱい皆さん一緒にやってくださると嬉しいです。個人では30位以内を目指して、全体では16位以内を目指したいと思います。それではいきますよ。9 8 7 7 6 5 4 3 2 1。え、通信が切断されちゃったんだけど、もう通信が切断されちゃった、ショック。49分からやります。ショック。やってる人めっちゃ多いんだろうね今。ごめんね、ごめん。
あと残り2回やるから。で Wi-Fi 関係ないっぽいね。 Wi-Fi 切ったもんだって。私さっきもこうなったからね。え、最近多いよね。それでは15秒前、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。やだね、ちゃんとできるようになれば、なればいいね。あら、おきちゃんもやってるの今。iPhone 勢が弱いのかな。私も iPhone だからな。ラスト1回やって、今日は夕方からお仕事なのでそれに向けて準備しようかなと思います。ジョーカー受け取らない勢なんですよねとか言いながら2回連続で受け取っちゃった。なんか喋りながらさやってると思考停止しちゃうんだよね。すごい苦手なんだよね、2つのことを一気にやるのが。友達と電話しながら LINE 打ってると LINE の内容とかを友達に言っちゃうの、間違えてごっちゃになっちゃって。そう、本当に2つのことを同時にやるっていうのはね苦手なんですよ。もらっちゃった。ジョーカー2個も、2個もいらないよ。わかんない、使うかもしれないしね。こんにちは、して並べをしております。よかったら皆さんも一緒にしてくださると嬉しいです。おっとおっと、これはいい感じかもしれない。お、2位でした。まずまずの出来。2位、イエイ。お、83位、イエーイ、83位。では次ラスト53分からラストの試合をラストの対戦をしたいと思います。53分からやります。ちょっとこれメールに送ろうっと。よし、メールで送ろう。七並べをめっちゃやるってことです。この時間以外今日めっちゃ七並べやります。今日は私のお姉ちゃんの誕生日でもあり、磯貝かのんさんとかほたるさんの誕生日でもあり、めちゃめちゃ私の中でお祝いな日なんですよ、周りが。それではラストの試合、皆さんいきますよ。5 4 3 2 1。おお、ゆら押し、おお、ゆら押しに当たった、イエーイ。嬉しい。あんにょん。お、
50セスを組まえよ。やった、よろしにラスト当たれてよかった。そう、私のお姉ちゃんもなんか私の姉に母と二人で連絡して、なんか誕生日欲しいものあるって言って、私の姉がママにはなんかいや特にないよみたいな言ったのに、私が誕生日プレゼント欲しいものあるって言ったら、商品のなんかその写真をスクショで送ってきて、 ZOZO タウンので、お姉ちゃんの今の一人暮らしの住所を送ってきて、ここに送ってくるようにしてって、めっちゃ具体的に要求してくるやんと思って。面白かった。全員ユロンシャット、すごい、そこに行きたかった。そう、しかも結構割と高めの靴を要求してきて、まあでも愛するお姉ちゃんのためなので、私は買って大阪まで送りますけど、それを。ラスト1位で終われてめっちゃ気持ちいいわ。やったー、イエーイ、1位で終わりました。お、60位まで来ましたよ、やったね。はい、ということで、七並べ配信はちょっとこれにて終わっちゃうんですけど、今日ずっと七並べやってると思うので、皆さんこの配信終わった後もずっとやってると思うので、一緒に頑張ってくださると嬉しいです。ただいまの順位が22位なので、皆さんもうちょっとお力を貸してください、お願いいたします。16位以内絶対目指したいです。ということで、今日は7時半から9時半までのこの以外、これ以外の時間はずっと室並べやってるので、よろしくお願いします。今月16位以内目指して本気で頑張るので、一緒に頑張ってくださると嬉しいです、お願いします。ということで、ランキング4で終わりたいと思います。13位、フーラ。12位、リンマオさん。11位、若月さん。10位、ナルコ。9位、まさみくん。8位、タニュリップスさん。7位、ケンヨンパチ。6位、最後の愛を見つけたオタクさん。5位、台湾ユラ嵐さん。ユラ大好き、ユラ綺麗ありがとう。そして4位が葵ちゃん、そして3位が伝説のヒデポン。あと、お待たせしました、セーター T シャツ送りました、ありがとうございます。そして2位が津田ちゃん。そして1位はドゥル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 ドゥン、七瀬しずさんでした、ありがとうございます。はい、と16位以内だと、あの七並べの CM の出演権の予選に行けるので、あと本気で頑張りたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。16位以内みんなで目指して、一緒に CM 出演できるように頑張りたいと思います。ほんと空き時間ずっとやってるので、よろしくお願いします。またメール送ります。それでは準備してきます。ありがとうございました、バイバーイ、バイバーイ。